青番周回3コーナーから4コーナーに向かうところ、山陽勢が前受け、中段には福岡コンビ、人気を集めた近畿勢は今日は後ろ攻め、先頭誘導員と車間を切って3番の斉迫、中段からは1番の中村が末広の上昇に合わせて先に縦に踏んでまいりました。さあまずは中段から一度切ったのが1番の中村、そして山陽勢に蓋をして2番の末広なんですが、ちょっと末広ここでバックを踏みました。一度5番手まで2番の末広は車を下げています。そして3番手ここで3番の斉作が飛び出して金が入りました。ただ前では1番の中村ペース上げるんですが、阿部とはちょっと呼吸が合いません。さあ今度は後ろから2番車の末広が上がってくるが、近畿勢がここで叩いてまいりました。さあ先頭が2番車の末広に変わる、追走は5番の方に、3番手6番の片山がちょっと阻まれて、1番の中村が3番手を取り切りました。最終の2コーナーからバックストレッチは1本棒、後ろから今度は3番の斉作をまくっていくんですが、まだ前が遠いか、飛ばす2番の末広帰り、番手絶好は5番の方に、3番手を取ったのは1番の中村で4コーナーを回ってくる。先頭は2番車の末広、最後は5番の小谷が捉えたか。